熊本市南区近見 Y 様。こちらの国産仏壇ご注文いただきました。誠にありがとうございます。金箔が吹いてもはげない国産仏壇。お仏壇の販売が天職長田後期でございます。2022年6月の27日、今日は月曜日ですね。今朝5時42分。外気は24度。 暑いぐらいですね。朝動画でございます。昨日ありがたいことで、親子様、可愛いお嬢様と親子様、奥様ですね、こられていただき、こちらの輪島湿気の技術を活かした金箔が吹いても剥げない国産物産、ご注文いただきました。本当にありがとうございます。実はですね、ご主人様がですね、71歳で他界されたそうなんですよ。今年の1月。はきつかですね、って。 もう私が今60なんですよねだからあと11年後ですよ」って「はあそれはもう本当もう本人もまだきつかったまだ今時代だけ889 88ですねそれが平均だけんですね。はあもうどうもきつございます」と。 で本当すげ私もそう思いますであの奥様も非常に意気消沈してらっしゃいましたで非常にいい,あのいいお嬢様がですねサポートしてる素晴らしいお嬢様だったですねサポートしていらっしゃいましたであのやっぱ主人のためにですねいいお仏壇を探していますとであの実はですね当店になぜご来店いただいたっ,てったは検索でお宅を見つけてホームページを見ましたとで仏壇店熊本と検索していただいて でまあ、いっぱい出てきますよね。で、当店も1枚目必ず出てきますので、で、見ていただいて、ホームページ、で、あの、YouTube、ブログも見ましたと。で、ああ、社長、真面目にやってらっしゃいますね。ということで、ご来店でございます。本当にありがとうございます。はい。まああの ホームページブログ YouTube 見てきましたと主ごあの奥様がおっしゃるにはですね主人には最高のお仏壇を入れてあげたいと結局71歳に他界されたご主人様の新居になりますのでねですからでよくあればこのお仏壇ま言ったんですよねこのお仏壇はもう。 日本の大坂4兄弟親方が真面目にも作っておりましてですからお嬢様お孫様ってよかったらもう伝えてくださいってことでですね、まあ、こちらありますねもう今ほとんど中国製が多いんですよね到底は私はですね 国産仏壇の素晴らしい職人様にこだわって参ります。日本の職人さんの仕事がやっぱ4日で。もうこれはもう安心しておす、もう我々が楽なんですよ。トラブルがない、故障がない、で何かあったときはすぐ修理ができます。やっぱりあのー、 無効性の場合はなかなか後のアフターとかの面で部品がなくなったりとかですね、いろいろありますのでですね、その点も何かあったときは私と大坂さんがすぐ飛んで参ります。私は365日、年中無休、24時間電話を受け付けなんですよ。ですからもうその点はお任せください、私にですね。まあそういう形で。あでですね、えー、昨日のお客様あ、Y 様の家紋はですね、丸に片ばみ 非常に形のいい、綺麗な家紋ですね。はい。ハート型。これは、かたばみという。まあ、言う、う、あれは、かたばみという非常に生命力が強くて、どんどん増えていくんですよ。だから子孫繁栄という意味ですね。これを、お仏壇のこの上の方にお付けいたします。それと、よいしょ。こちらですね。はい。えまあ、こういう形でですね。よいしょ。ここに、こラコこ丸に梅橋ですけどね。こちら24金象眼で彫り込みます。 こういうい形でですね、これは仏具の本場、富山県の職人様本坊様が彫り込みますあとお道具はこちらのお道具もいろいろあるんですけどねこの光ってるお道具黒いお道具こちら黒漆の焼き付け塗装ですねこちらも富山県の本坊様んですねあのこういう形でですねおどこちらの方のお道具もあるんですけどね まあこちらもあるんですけどこれはもう当店はお客様に選んでいただくとでちょっと映ってますけどねお座布団も金と紫と種がありますので,で昨日の Y 様は紫を選んでいただきましたですからお客様のお好みあと京宿へも大中小がありますのでねその京宿へも選んでいただくと、まあ、そういう形でございますまああのもう私はともかくですね令和の名人物資大坂4兄弟孫心を込めて 手作業、手塗りでございます。手刻みですね。手作りのお仏壇。で、やっぱこのお仏壇はですね、私の先代の父、初代社長、和島漆器の販売職人をしておりました。長田隆が考案した、世界で当店だけのオリジナル商品でございます。世界で一つだけ。ですから、家紋をつけて、二十四金造眼で彫り込んで、 世界で一つだけのオリジナル仏壇をお届けいたします。ご主人もですね、Y 様のご主人も必ずや満足していただけると思います。一つ皆様よろしくお願い申し上げます。はい、ここまでこの動画を見ていただいてありがとうございます。皆様の開運ご発展。お祈り申し上げます。